はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はシビックタイプ R のいいところ、悪いところ。こうしちゃったかな、こうしちゃったね、はい、はい、で、僕ね、実は、シビックタイプ R 乗るのはこれが初めてではありません。はい、FD2 のタイプ R、 あそうですね、うん、を持ってた。はい、それ、もう無限の WR です。希少価値の高いやつですね。今すごい値段上がってんじゃん。うん、やばい。僕が売った時は安かった。ですか。ショックやね。ショック、残しとけばよかったな。フロントバンパーだけあるね。バンパーあるじゃないですか。バンパーだけね。で、まあその FD2 の無限 WR を乗ったこともあります。はい、ノーマルの FD2 も後期で持ってました。ああ、そうなんですか。白、あれもね、うん、まあまあ短い命だったんだよ。無限 WR のマフラーすごいいい音してて、はい、じゃあ聞いてもらおうかな。はい、こっち。はい、こんな感じでね、うん、めっちゃいい音するの。でもそれで FD2 の普通のオーナーさんがノーマル用の出してくださいって言ってね。あ、違うんだ。違うんですよ、無限 WR 用と普通の FD2 とちょっといろいろ違ってて。はい、でマフラーを開発するためにそれ買った。はい、でしばらく乗ってた FD2 の後期、うんうん、で次、はい、300台限定じゃない、500台限定、何台限定だったっけ、これの前のシビック。ああ、ちょっと限定で抽選でそれを僕申し込んだ。はい、残念ながら外れたと。でも諦めることができずに中古車で買ったと。転売目的の車だよね、うん、多分あれは。新車より100万も高く買いました。そっか、なんか損してばっかりだよね、僕ね。確かに。で、まあそういったシビックタイプ R は何台も乗り継いできた僕が感じたことをね、うん、おいいですね、ちょっと言おうかなと、はい、思うわけですよ。はい、はい、まず外見、はい、これまでのタイプ R の中で一番大きい感じ。そうですね、これもうワイドよ、ワイド。めちゃくちゃでかいですもんね、ワイド感。うん、これ逆にこのワイド感は、はい、僕は好き。はい、なんかちょっとした高級車、ちょっとした高級車乗ってるみたいな。いやでも高級車だけど、めちゃくちゃ日本の車っていう感じじゃないですもんね。そう、まあちょっと外車っていうか海外の車って感じ、うんうん、でもイギリスで作ってるからまあ外車か、うん、そうです、あ、そっか、そうですね、そう、イギリス車だもんね。ホンダ UK ですもんね。そう。内装なんかも特に、うん、前の FD2 はちょっと若干その高級感には一歩これに及ばずって感じ。まあなんか余計なものはついてないけどみたいな感じですね。シンプル、すごくシンプル、うん、シンプルで、これはやっぱり、はい、うん、結構ね高級感もある、乗ってて。うん、すごいですよね、うん、で、またちょっとね中の、はい、方の感想だとか、うんうん、乗り味とかは、はい、また走りながらレビューをね、はい、していきたいなと思うんですけど、はい、まあでもねこれはまず迫力があって、うん、大きい割には小回りが効くの。そうですよね、本当に駐車場ここ入れたいって言っても一発で決まるっていうか、うん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 、大きいから、あ、なんかやっぱり切り替えさんと入らんわじゃなくって、うん、意外とすんなりさっと車をね、はい、こう入れれたりするんで、だからね結構僕はこのタイプ R はすごく外見とかは気に入ってます。おー、うん、かっこいい。ただいじるところはない。そうですよね、なんかもともとノブレッセ風ですもんね。なんかちなみにこの、うん、ここに赤いライン入ってるでしょ。はい、ありますね。これこれうち、うん、S660 とかもね、はい、ブラックのエアロにこう赤ラインが入ってて、うん、よくなんかタイプ R みたいとか、うんうんうん、なんかニスモみたいとか言われるんだけど、はい、うちうんと前からやっとるんですよ。だいぶ前から、ずいぶん前から。むしろごめんなさい、シビックタイプ R よりうちの方がこの赤いライン入れるのは早いです、はい、だいぶ早いですね。ただまあ、うん、赤のラインっていうのは、はい、結構やっぱ差し色としては目立つ、うん、黒に
赤ラインってすごく目立つから、まあ、そういう意味ではね、まあ、誰もが考えつくもので、はい、おシビックタイプ R のパクリアン系みたいなのはいよいよ違うよみたいな、違うよってことですね、違うよということでね、うん、はい、でもこう差し色がねこれ入ってて、うん、もうすごくかっこいいし、うん、このリップの形状なんかもね、わかる？このフロントウィングみたいな、立ち上がってますね。そう、立ち上がってるじゃん。もう今、はい、うちで言うと、うん、スイフトスポーツとか、はい、もうこういうあのフロントウィングみたいなね、はい、感じで、うんうん、で、まあ、うちだけじゃなくっていろんなメーカーさんもこういう形のエアロを、うん、やってるじゃない、はい、なるんだけど、うちこれ実はこういう形のエアロは13年も前からやっておるんですよ。誤算ですね。そうなんですよ。意外とこれも昔からあるんですよね。まあシンプルにスポーティーな感じですもんね。そう、ただ今まではこういうバンパーだけだったのを、この下にこういうウイングっぽいのをつけるっていうのは、はい、まあ、本当に昔からあったんで、はいはい、横のこうウイングをね、うん、意識したようなデザインだと思う、ここもね、はい、でもこれもあのフェラーリの458スペチャーレっていう車なんかとか、ランボルギーニの車なんかでもサイドステップにこうウィングついたやつがあるんですよ、うんうん、だからまあ結構これも意外といろんなところがやってて、これも一貫してそういう風な感じなんだと思うんだけど、はい、ただもう僕らが下につけるエアロっていう風な感じでいくと、もう やられちゃって、まあ、やられちゃってって言い方が悪いけどもうついてますもんね。もうついちゃっとるんだよね、うん、ウィングもそう、ウィングもね、これ車外ウィングみたいなのついてるじゃない。ねえ、これ、ね、これね、そうちょっと難しいですよね、こっから新たに考えるとなると。だってもうこれランエボで流行ったこれまずついてるからね。そう、フィン、フィンでもうセンター出し3本出しで、うん、ここもちょっとダクト大きく見せるような感じのデザインになってるから、うん、これなかなかね、ちょっとカスタムをしようというっていう面ではやりにくい、うん、アイラインもついてるしね。アイラインもついてるしだから個性を出すっていうのは難しいかもしれないね。そうですね、うん、まあまあ、 あのカスタムっていうのは好きな人もね、うん、逆に純正で乗るべきだっていう人もまあいろいろおるんだけど、うんうん、そうですね、まあ、僕はもう別にそれはいろんな人の考えなんで全然 OK なんですけど、はい、まあ、カスタムしたいっていう目線の人で言うとちょっとやるとこないじゃねみたいな、まあ、ホイール足回りとかホイールしか、うん、みたいなね、うん、で、まあ、うちもねこれエアロ考えとるんだけどなかなかね、もう出来上がっちゃっとってなかなか難しい。フルバンパーにしましょう。もうガラッと変えて。まあバンパー作ると、うん、なかなかいい金額いっちゃうんだよね、うん、そこがネック。そう、ちょっと思いとどまってるところなんだ。あーどうしよう、あー難しい、難しいな。ちょっとカスタムがしづらいっていうのはちょっとバットですかね。そう、それはちょっとこの部分で言うとちょっと、うん、まあ、元がかっこいいっていうのはいいとこなんだけど、うん、カスタムしにくいっていうところはカスタム目線でいくとマイナスポイントかもしれないですね。ね、はい、でこれ横から見てもちょっと長い、長いっていうかさ、うん、だいぶ長い。この今までの、まあ、FD2 はこんな感じなんだけど、まあ、むしろ FD2 の方がもっとセダンっぽいけどね、うん、セダンですねあれは。そう、うん、僕の前に持ってた限定車のシビックタイプ R よりかは長い気がします、うん、これはちょっとコンパクトのハッチバック系だったかな。うん、うん、だそれに比べると僕こっちの方が、うん、好きかな。でこういうオーバーフェンダーみたいなのがついてるしね。そうですね、だいぶフェンダーボコって出てますもんね。そう出てるし、ここもね、うん、こういうダクトになってて、うん、もうなんかほんとかっこいいよね。かっこいい、うん、まあ、乗り味とか、うん、でその辺はちょっと一回車に乗りながら説明してみたいと思います。はい、はい、じゃあ乗ってみましょう。まず座り心地は、うん、結構これねシートがまあまあ僕これ好き。まあバケットシート、セミバケって感じですね、うん、あの今までのタイプ R のシートより、はい、まあ、あの無限のダブル R は良かったけどね、うん、あれ、うん、あれはちょっと特別なシートだったけど、でも普通 あのタイプ R よりかはこっちの方が僕乗り心地はいいのかな。ホールド性ありながら乗り心地がいいなと思う、はい、うん、で、まあ、何にしたってこれやっぱりこのメーター周りとかこのインパネ周りとか、とにかくこれすごく高級感があって、うん、そうですね、とってもいいです。すごいスポーティー。はい、じゃあちょっと一回乗ってみようかね。はい、まずね、はい、サスペンションはね、うん、これすごく純正めちゃくちゃいいんだわ。あー、そうなんですか。これ車高調も変えたんだけど、はい、その乗り心地はまあ
多少いいのかなって思うんだけど車高調でもそんなにむちゃくちゃ大きな変化は感じられないんだけど、まあ、むしろ感じられないから良かったんだけどね。へえ、すごいですね。純正がとにかくいいの。へえ、うん、で何がいいかっていうと、まあ、乗り味乗り心地も、うん、FD2 のシビックタイプ R は、はい、正直めっちゃ跳ねとった。あー、なるほど。ノーマルのくせになんでこんな硬いのっていうぐらいその硬いっていうイメージだった僕はね、はい、でそれはまあサーキットで走るためにもしっかりした足回りっていう部分なんだけど、そこがねこの FK8 は、うん、乗り心地も FD2 より良くって走りにも耐えれるんだよね。それが鈴鹿サーキット走った時にそれすごく感じた。ノーマルサスペンションの出来がめちゃくちゃいい。そうなんです、ね、そう、むしろサスペンション変えたい、じゃあなんでサスペンション変えたのってなったら、うん、まあ、フロントにキャンバーつけたかったからぐらいの感じ。あー、なるほど。うん、あの純正サスだと、まあ、変えれないからさ、うん、まあ、変えようと思うと方法あるんだけど加工しなきゃいけないから、うん、このサスペンションはとにかくめちゃくちゃグッと、もうめちゃめちゃいいですよ。とりあえずちょっとタイヤハイグリップに変えて、うん、サーキット楽しみたいなと思ったら十分ありだよね。ノーマルでも変えなくても、うん、まあ、それがこの FK8 のそのサーキットも走れて乗り心地もそこそこいいっていう部分では、これすごくよくできた足回りだなっていうのが僕の感想かな。はい、うん、FD2 はまあちょっとやっぱりサスペンションは、うん、乗り心地があんまりよろしくないのにサーキット行くと意外とちょっと厳しいみたいな。ああ、そうだったんですか。うん、だったのね。だからそういう分では、うん、やっぱり FK8 は随分と進化したのかな、うん、って思います、はい、ただ欠点がある。何でしょう。もう FD2 の方がじゃじゃ馬、これこそタイプ R っていう意味。あー、なんだ、悪口かと思いましたよ。じゃじゃ馬よ。だからね、うん、楽しかったんですか。わーってくるの、この、うん、わかる、パワーバンド乗った時の加速感、こう G がうーんってこうくる感じは、うん、もう断然 FD2。 馬力はこっちの方が上のはずなのに。そうですよね。そう、だってシビックタイプ R のあの2リッターの NA だからね、これ2リッターのターボでしょ、うん、だからもう全然違うはずなの、うん、なのに走った感じの速さ体感は FD2 の方が上だよ。うわ、速いなっていう感じは、うん、なんと FD2 の方が速いなって感じがする。あ、そうなんだ。こっちはじゃあどっちかっていうと安定した感じってことですか。こっちは滑らかで、FD2 ね、うん、乗ってたから、うん、その FD2 よりもこの FK8 の方がパワー馬力も上だから、うん、そういう目線で見ると、はい、これめちゃくちゃ速いじゃんって言って期待して乗るじゃん、うん、そこまでの感動がなかったっていうかね。あー、そういうことですか。やっぱ期待しちゃう、うん、その FD2 乗ってると、はい、あの FD2 のパワーよりもさらに上だから、うん、あんなジャジャ馬よりまだ速いのかっていうふうに思っちゃうじゃん、うん、で、わーって走ってみた、あれ？え？みたいな。あー、ちょっと拍子抜けっていうか。そう、で、これの理由が、はい、おそらくドッカンパワーじゃなくって、うん、パワーが来るところまで、うん、滑らかにパワーを最高出力まで持ってってるっていうような味付けなのかな、これ。だから、FD2 の場合は分かりやすく説明するとだよ、うん、中速のトルクが感じられない状況から途中で切り替わって VTEC になった途端にドーンと来るみたいな。だからその波が大きいっていうか段差が大きい。あ、はい、でもこれはその段差が少ない。うん、マフラー音的にはどうなんですか。マフラーの音はもう完全に FD2 の方が上だね。あ、そうですよね。もうまるっきり FD2 の方が、うん、でもただ FD2 の、うん、あのマフラー音とか、はい、あの特性、うん、排ガス規制も含め、うん、あのまんま新車登録がもうできないんだよね。法律が変わったから。何年何月のそのから生産する車はこうでないとダメみたいな、うん、だからあれはまだ古い開発車両だから、はい、まだ OK だったけど、うん、もう FK8 みたいに新型車になると厳しくなっとるの、はい、だからやっぱりそういう意味でも FD2 のシビックタイプ R が
中古の値段がどんどん上がっとるんだと思う。もうだってホンダが作りたくったって作れないと思う。国が許さないみたいな。パワー的にはもちろんこっちの方があるんだけど、うん、まあ面白みに欠けるっていうのがマイナスポイント。はい、面白さで言うたら FD2 の方が随分と上だな。うん、音もね、まあちょっと違いをじゃあちょっと車載映像で見てみようか。じゃあまずこの FK8 の車載映像からどうぞ。空回りするね。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じね、覚えといてね。じゃあ FD2 タイプ R の車載映像はどうぞ。だったでしょうか。もう全然違いますよね。違いますね。そう、この差がやはり FD2 の方が面白いっていう意味になるかな。映像はちょっと古いんで FD2 の方が荒くてごめんなさい、うん、それでじゃあ何 FD2 の方がいいじゃんみたいな感じになっとるんだけど、うん、FK8 もめちゃくちゃいいところあるんだ。お、何ですか。ブレーキ性能。コーナリング性能。はい、もう FK8 の方が分があります。あ、そうなんですか。もうブレーキは、うん、FD2 の場合は、うん、パッドとかいろいろ変えないと、はい、もう問題外だったよね。サーキット走らせようと思うと、もうパッドはまず変えないと、うん、何ともならんかったのが FD2。 うん、でもこれは FK8 はパッド変えなくてもいい。純正、めちゃくちゃブレーキバランス最高。今何も変えてないですか。何も変えてない。完全ノーマルだけど、もうサーキット走った時のこのブレーキとはコントロール性、もう本当にフィットにも欲しいこのブレーキ。でも FD2 も同じブレンボですよね。同じブレンボでもう一つ違うのがある。はい、この FK8 タイプ R は同じブレンボだけど、うん、サーキット走ってもさ、うん、あんまり焼けないのよ、赤いブレーキのキャリパーが。あ、色が？色があんまり。もう元の色に近い状態をキープしてる。へえ。だって買ってすぐサーキット走って。そうですね。そのまあ実は次の動画で、うん、あやちゃんのこのタイプ R 対山本さんの GTR、はい、この対決が待ってるんですけど、はい、そういうのも走らせてる。うん、で A45 とも。そうですね。戦ったよね。やりました。で鈴鹿も走って、うん、走った。でサブチャンネルのライブ配信見てる人は分かると思うんですけど、つい最近、うん、これ車高所変えてから、うん、鈴鹿サーキット行ってるんですよね。行きましたね。まあまあサーキット走ってると。はい。なのにブレーキのキャリパーの色が赤、うん、赤としてるんですよ。確かに全然色落ちしてないですね。これがね、うん、FD2 のタイプ R のブレーキキャリパーだと、うん、もうねドス黒い茶色になります。だからね、うん、そういう意味ではやっぱり FD2 が出てからもう随分10年ぐらい経ってるからかな、はい、ブレンボのキャリパーの塗装も、はい、耐熱が良くなったってことじゃない。おお、確かにそうかもしれないですね、うん、そう、もうブレーキはもう僕大絶賛これ。あとコーナリングも、はい、鈴鹿とか他のこうコース走って分かるんだけど、うん、めちゃくちゃコーナリングスピードもすごく乗せれるし、めっちゃコーナーが楽しい。そうなんだ。 FD2 はね、まあ、なんていうの、完全にノーマルの時は、はい、もちろんこの FK8 でもこうアンダーが出たりとか、アクセルオンにするとこうプッシュアンダーが出たりだったけど、うんうん、もうデフとか車高調とかタイヤ変えればそんなのもどこ行ったって感じ。へー。だけど FD2 の時はちょっと苦労したな。なんか曲げようと思うと太いタイヤ はめたりとか、はい、すごく苦労したことがある。もうサスのセッティング変わるだけで曲がらないとかね、はい、うん、
そういう意味では FK8 の方がコーナリングは楽しめると思います、はい、限界も高いと思う、じゃあこれからもっと、うん、そう、これただ唯一いかんのが水温だよね。そうですね、本当に水温がすごい問題ですよね。もうすぐ上がって、うん、なんともならないね。まあまあ、ただそこはカスタムチューニングできるポイントだから、はい、まあ良しとして、はい、はい、まあ、総まとめ、まとめです、うん、FD2 シビックタイプ R と比べて、はい、FK8 は大きい、だから大きいのはまあ人それぞれだよね。そうね、 FD2 の大きさがいいっていう人は、うん、FD2 の方が上になるし、 FK8 はのようなこうワイド感があるの方が好きっていうと FK8 に部が上がります、はい、でインパネ周りとかインテリア、うん、まあ、これはまあ僕は FK8 に部があるかな。そうですね、うん、おしゃれやし、やっぱ今の車ですね。でこう静かさ、はい、例えば外からのこう走行ロードノイズが入ってくるとか、うん、まあ、そういうのもやっぱりちょっと快適性も FK8 の方が上かな。あ、確かに、うん、FD2 の方がもうちょっとこう雑音が入ってくるっていうかね、はい、うん、があるんだけど、でやっぱりマフラーの音は FD2 が上、高い吹いてくる音が、うん、あと、まあ、乗っててこう加速した時の楽しさ、うん、走る楽しさ、この FD2 の方が上、うん、で、コーナリング、ブレーキは FK8 の方が上、圧倒的。そう、まあ、ざっくり言うとこんな感じかな。はい、はい、まあでもね、総合的にやっぱ FK8 は僕はすごく好きですね。まあでもね、FD2 も FD2 でやっぱりあのジャジャンアップリはちょっとなんかタイプ R やけど系統の違いをちょっと感じますよね。そうそう、でこれまあジェイズレーシングさんでコンピューターチューニングをしたじゃん。はい、コンピューターチューニングしたら、うん、ちょっとあのジャジャ馬感が戻ったのよ。おお、まあ、あの多分、うん、ターボが効いた時のドーンっていう加速感が、うん、純正よりも派手だから、はい、だからまあ乗った感じのジャジャ馬感があるから、まあこれぞタイプ R っていう感じかな今はね。ただノーマルはそんなにこうジャジャ馬感がないから、うん、まあ昔のタイプ R を知ってる人から比べればちょっとこう もうちょっと味付け、うん、派手な味付けの方が良かったっていう風に思う人はおるかもしれないね。そうですね、うん、まあでもチューニング次第で何とでもなる部分だから、まあ結果的には FK8 はいい車、ファミリーカーにもできるスポーツカーって感じですね。そう、ちょっと FD2 ファミリーカーにしちゃったらちょっと無理かもしれない。特に後部座席にあのチャイルドシートを乗せて、うんうん、こうちっちゃいまだ首も座ってない子供を乗せるとちょっとやばいかもな。ゼロ買います本当に。あのそれぐらい跳ねるんでね、あの FD2 なんてさ、はい、外から見とったって跳ねとんの分かるよ。あ、なんかポヨンポヨンしてますよね。ポヨンポヨンしとるよ、ノーマルサスで車高ちょっと高めなのにさ、うんうんうん、もうあの車庫段みたいな動き方しとるからさあれあれでタイプ R っぽくていいんだけどね。はい、はい、そんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。いろいろ乗ってきた中での、まあ、一つの個人的な意見ですけどね。はい、まあ、皆さんそれぞれ感じ方は変わるかと思うんですけど、うん、まあ、参考になれればと思います。はい、はい、じゃあ今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。